渋谷、恵比寿、代官山ですね。今、ソラックザーツさんというね、もう本当にいいメガネ屋さんがあるんですよね、うちの。憧れの、憧れというか、本当にもう最高ですね、とにかく。ここ、ブラックアウス、美味しいって有名ですね。ゴッドさんやってるかな。やってない。やってる？ゴッドトレーディング。インディアンチューリー。やってないか。あ、やってる。エビス。ゴッドトレーディングさん。これですね。インディアンチューリーなんですけど、これマッキーっていうところのインディアンチューリー。実はこれで40万します。これで40万します。その、インディアンチューリーを売ってるのが、ここ、ゴッドトレーディングさんです。久しぶり。本当に。結局ゴッドトレーディングさんで2時間お話をしておりました。やっぱり最高ですね、ゴッドトレーディングさん。危なくじゃない、25万円のすごいかっこいいネックレスがありましたね。やばいな。全く今日は買おうとは思ってきてないんですけどね。ほんとかっこよかったね。これから打ち合わせに入ります。アスロには移動したんだ。お、渋いマンションだな。渋いマンションです。ここ別なんだ。こんなところに一つある。深夜食堂が映画か。深夜食堂超面白いですね。映画でやってます。今日は最高でしたね。ソラックザーデさんにメガネですね。もう最高のメガネ屋さんです。これソラックザーデさんで、これも最高なゴッドトレーディングさん、インディアンジュエリーで、こちらもまた最後最高サポーズデザインオフィスさん、この3つですね。もうほんとどこもかっこいい、かっこよすぎる、店舗、またはデザインオフィスさんに行って、いろんなお話をさせていただきました。根本のお話ですね、どっちかというと本質とか。いや最高だな。うちもあのぐらい最高になれるようにしたいと思います。うちはうちのオリジナルで最高なものを、最高な店になりたいと思います。本日の一本です。ヴィンテージのセル、フランス製、生地がなかなかポップ、色違いで、こちらが、フランス製のヴィンテージ、ですね。